今日は B に車を出してもらおう。よう、鳥さん、帰ってきたよ。だんだん鳥さんが嫌いって気持ちが薄くなってきてんのかな。メイという名前が知れ渡る場所、お母さんの名前も、お父さんの名前も、そして私が同級生を入院させた時の話も。お母さんと挨拶しようか。お母さん、おはよう。おはよう、メイ。今日の予定はどうかしら。グレッグとアンガスと B はみんなパーティー行くみたい。だから私も行こうかなって。パーティー、なんかすごいね、メイ。帰ってきて2日なのに、もうみんなと遊んでるの、いいね。ちょっと緊張してるよ。大丈夫よ、メイ。みんな仲良くしてね。高校時代の人がほとんどみたい。コール君もいるかもね。可愛いカップルだなってずっと思ってたのよ。お母さん、やめろって。ああ、ごめんね。まだそんなに敏感だとは。敏感なんかじゃねえって。じゃあ、いっぱい楽しんできてね。うん、わかった。また後で。コール君は元彼かな？元彼と会うって気まずそうだね。最近はどうしてんの？一人暮らしできるまではここに居候してるよ。親が家の半分をチャゾコフ先生に貸してるしさ。私はベビーシッターやってるし、この間ハムパンサーの面接も受けてきた。今は返事待ち。あ、そうなんだ。うちのお父さんもハムパンサーで働いてるよ。何でもあるよね、あの店。ドン・キホーテみたいな感じかな。ドンキースーパーの方がドン・キホーテっぽいけどね。名前的にね。こんなとこ来ちゃったら、撃ち殺しても正当だって認められるんだからな。ははは、撃たないでよ。昔、あんたの猫の面倒見てたじゃん。が。ギャリー、人の話を全然聞いてないよね。聞いてないとか言ってんじゃないぞ、アンドリュー。だから、あの像はそこまで歴史的に重要じゃないから。あんたが歴史的に重要じゃないんだよ。ちょっと皆さんやめましょうよ。信号関係の大喧嘩再来じゃん。あの大喧嘩の勝者は誰だと思ってんだ？とりあえず次の課題に移りましょう。いいよ、もう。いいよ、もう。街のシンボルマークを壊すか壊さないかみたいな話かな。でも街のシンボルとまではいかなくても、ランドマークっていうものは大切にしていきたいよね。日本で言うと、なんかずっと昔からある駄菓子屋さんとかさ、開発することで、例えばそこにスーパーとかできたら、もっと便利にはなるんだろうけど、ちょっと寂しいよね、それも。昔からあるものっていうのは大事にしていきたいよね。今日はチャゾコフ先生いるかな？さっきいなかったよね。チャゾコフ先生と会いたいな。よう、高校生たち。やあ、大人。たった数年前までは君らと同い年だったんだよ。ふーん。じゃあまたね。スメルターズだ、スメルターズがやってくるぞ。スメルターズ最高、スメルターズ万歳。スメルターズファンいいね。お、この人は？やあ。よう。誰？ワグスと申します。そっか、こんにちは。ここで何を？あ、看板があった。ネイビーって書いてあるね。海軍ね。その通りです。海軍に入隊することを検討しませんか？それって船とかだよね。それだけではありませんが、もちろん船もありますよ。潜水艦を運転させてもらえるかな？可能性はありますよ。それなら自分でもできるし。じゃあまた。変なこと言うみたいですみませんが、あなたがもし、あれですね、将来に不安を抱いているのであれば、ね。海軍に入隊するのもありではないかと。は？将来に不安なんかないよ。友達と遊んだり、ベース弾いたり、ゲームやったり、そして寝たり。予定はちゃんとあるんだよ。どっかに潜水艦の運転を入れとかないとね。でも、もしあなたも、もう行くね。わかりました。では、いい一日を。あんたってここら辺の人なの？はい、この近くです。と言いますか、前はそうでした。こういう活動って海軍にやらされてんの？なんで戦艦乗ってないの？どの仕事も大事なんですよ。たまたま僕の仕事がこれなんです。いろんなとこに行かせてもらってんの？はい、世界中回ってますよ。
サメとかは見たことある？サメは見たことありますよ。はい。でかいやつも？はい、相当でかいのも見たことあります。こうやって勧誘するときは、サメの話でリードしたらいいよ。頭に入れときます。もしくは海軍っぽい話を一切やめて、サメの話だけに絞るっていう手もあるね。サメダイビング、サメ観察、あと上校、まあサメに乗るってことね。ちゃんとメモってんの？上司に伝えときますね。キャッチーさって大事だよね、話すときに。やあメイ、ノートパソコンの調子はどう？いい感じ、マジでありがとう。役に立ててよかったよ。でさ、ん？レンタルするやつってまだいんの？意外と多いよ。今ストリーミングサービスが多いからね。他のいい方法を知らない老人とか、何らかの理由で映画が手に入らない若い子とか、教えてあげようって思わないの？何を？インターネットのこと？郵送レンタルのこととか？そうそう。お客さんの私生活を救うのが僕の仕事じゃないからね。僕の役割っていうのはここに突っ立って、聞かれたら答えて、お客さんのお金をもらって、そして堂々と批判しないこと。まあ現実的ではあるね。今夜のパーティー楽しみだね。うん、なんか楽しそうだね。アンガスってパーティーとか好きそうなイメージがないんだけどね。確かに好きではないよ。でもグレッグと行くとなんか違う。どう違うの？時々さ、誰にも邪魔されないように布団の中に入り込みたくなることってあるよね。うん、グレッグが僕の布団なんだ。キャワイイ。はははうるさいよ。じゃあね、バイバイ。いいね、仲良くて。アンガスは真面目に見えて自分の考えをちゃんと持ってるのがいいね。自分の頭で考えて自分で行動するタイプの真面目な人って感じでいいね。チャゾコフ先生に会いたいな。まあ営業ランク手当がもらえて少しは安心できたんですけど、でもいつもピリピリしてる。病院で見てもらったら？ハンク先生とかね。うわ、ハンク先生は何でもやるのに意外と何もできないよね。去年足が折れた時は治してくれたよ。うちの子供の病気も治してくれたよ。分かってるんだけど、ただ私もういいわ。コーヒー、タバコ、コーヒー、タバコ。そこで何してんの？この前の嵐で街灯が取れちまった。クソガキが登るから取れるし、奴らが全部悪いんだ。それは残念っすね。そのガキに伝えとけよ。大人かもよ。大人はこんなバカなことしねえよ。大人は仕事とかやるべきことたくさんあんだからな。ああ、とにかくやめろってみんなに言っとけよな。誰か死んじまうぞ。めいちゃん図星だね。電柱の上はさすがに危ないよ。特に電線の上をぷんぷん跳ねたら大惨事になっちゃうからね。パーティーだパーティーだパーティーだ。パーティーでそこまで興奮する？だってメイも来んじゃん、超楽しみだよ。いやー、最高な1週間だったな。メイが帰ってきてる。帰ってきたよ。腕が疲れた。じゃあ B に頼みますか。うんうん、その分も請求しといて。あのばあちゃん絶対嫌がると思うんだけどな。勝手に嫌がればいいよ。悪いのはあっちなんだからさ。あれは追加作業だったし、追加作業は請求するってのが決まりなんで。了解。曜日。やあ、仕事どう？ストレスだらけ。もうすぐ月末だしさ。それに冬用の商品とかも注文しとかないといけないし。ってことはトラックの荷卸しを手伝ってもらえるように運転手に特別手当渡さなきゃだし、トラック1台分の岩塩を1人で下ろす気ゼロだし。ふむ。で、何？グレッグに頼まれたんだけど、今日のパーティーに車出してくんない？あれだよ、州立公園の方でやるやつね。わざわざ詳しい説明ありがとう。ポッサムスプリングみたいに超暑い街だと一晩で何十件もパーティーあるからさ、どのパーティーか分かんなかったかも。それって皮肉だよね。車出すよ。やったー、ありがとう。20時半に命日まで迎えに行くから。
準備できてなかったらそのまま行っちゃうからね。わかった。帰りに迷子になるなよ。ちゃんと帰れるよ。いやマジで早く帰って準備しときなって。わかったわかった。もう B ビアトリス・サンテロ Maybe。 サンテロってことはメキシコ系の人なのかな。 B ちゃんはチャゾコフ先生は名前的にロシアなのかなってちょっと思うんだけど、間違ってたらすいません。あ、おばさん。ねえ、めいちゃん。はい。大丈夫かなってちょっと様子見に来たんだけど。なんで？ほら、この間のことがあってね。私が大丈夫じゃないかもって。あのね、いろんなことが起きてるんだけど、街の中とか線路の向こうとか、丘の上とかでね。で、この間見ちゃったようなものを、めいちゃんみたいな人たちのね、目に入らないようにするのが仕事なの。めいちゃんみたいな人たちって？めいちゃんはまだ若いのよ。だからまだ青いよ。ある意味純粋ってことね。でも世の中は純粋じゃないから。そして世の中ってのはどこか遠くにあるわけじゃない。ここにあるんだよ。とにかく私を逮捕しに来たってわけじゃないよね。だったら今からパーティーがあるんで。気をつけな、めいちゃん。何かが起こってからじゃ遅いからね。災いって急に起きちゃうものなの。それだけ言っときたかった。気持ち悪いよ。ではまたね、めいちゃん。おばさん、ちゃんとめいちゃんのこと心配してんだな。いいね、町の平和を守る警察官って感じで。おかえり、めい。おお、誰かと思ったら。よう、両親ズ。タコス作ったわよ。正確に言うと父ちゃんも作ったんだけどな。タコスだと？タコスよ。タコスいるか？いる。いつだって耳にタコスができちゃうよ。あんたやめなさい。ん？何？つまんなすぎて切れそう。みんなそう怒るなよ。メイ、タコスにサワークリームいる？いる。全部いる。全部いる。タコス美味しいよね。僕も大好きです。そろそろだな。もう出かけないと。とにかくどんだけひどい顔してるかチェックしてから。寝るんじゃねえ、パーティーだぜ。準備しないと。パソコン一応見ようか、出かける前に。お、メールが入ってる。今夜パーティーだからな。忘れてないよ。なんでパソコンなんかいじってんの。早く用意しろ。わかったわかった。いいね、グレッグのこの感じ。ギャー、パーティータイムじゃん。 B は準備できてんの？私は大丈夫。あんたこそ大丈夫なの？私もそろそろ用意しないと。うん、して。いいね、いいね。このシャツって超太く見えちゃうんだよね。このゼロもあるから余計丸く見えんだよね。いいんだよ、メイ、丸くたって。自分の体をそのまま愛せってネットに書いてたんだよね。私は確かに存在するんだ。誰に何と思われようがね。お前なら大丈夫。みんなお前のことが大好き。お前は明らかにみんなのことが嫌いなんだよ。一回オンライン心理テストを受けて幸せになりたいなら、お前のことが好きだが、食べ物を持ってきてくれる時以外、放っといてもらえる環境を整えろって言われたんだからっつってさ。実際そうなっちゃうまで部屋に引きこもってんじゃねえよ、めえ。まさに引きこもりじゃん。そういうやつは真冬に一人で死んじゃうし、会いたくもない友達がピザを持ってくんの待ってる間にね。コールがいたってどうでもいいじゃん、あのクソ野郎が。どうせ大学に行っちゃって今日は来ないだろ。授業とかちゃんと出ててうまくいきやがって、私のことなんて覚えてもいないだろうな。やつのことなんかどうでもいいしさ、上等だよ。でもやつが来ないことを祈るよ。神様かなんか知らないけど、どっかで聞いといてくれてんだったら、今日コールが来ませんようにお願いしますよ。息が高すくさい。もう終わってんな、私。じゃあさ、何を話すの？お前は口がうまい。お前は超スムーズだ。いや、私めって言うんだけど、調子どう？マジで面白いですね。でしょ？じゃあまた後でね。うんうん、普通に会話できそう。お前は普通じゃないって。誰にも証明なんかできないし。それに暗いとこにいれば、誰だって普通に見えちゃうし、そうじゃないとセックスなんか成り立たないじゃん。
もうどうしようもねえよ。燃えるゴミの日に出しといてくれ、こんな私なんか。うわ、もう迎えに来るじゃん。幸運を祈っとけよ、メイ。幸運なんかいらねえよ。自分の幸運は自分で作り出すんだから、幸運製造機で。なあ、メイ、今夜はコールも来てるかも。だから分かってるっつーの。分かった分かった、ごめんな。あいつが来たって別にいいんだよ。来ないかもしんないよ。だといいんだけど、ん？違うか。何の話してるかも分かんない。メイは高2の時、コールと付き合ってたんだ。うん、で、なかなかうまくいかなかった。なんで、この話はもうやめよう。うん、やめよう。うわぁ、最悪じゃん。私ビール大嫌い。ビール飲んだのいつぶりだろう。美味しくもクソもないよな。わかる、ビール苦手。永遠にカルーアミルク飲んでます。飲み会の時は。あと、青リンゴサワー飲んでます。何？なんでもないよ。いいね、このパーティー。ね。誰と喋ってんの？メイ以外の人。今はカーリーをやめた方がいいんじゃないかな。嘘だろ、まさか。いいね、焚き火って落ち着くよね。F 分の1の揺らぎだっけ？落ち着く効果あるんだよね。よう。あのさ、コールが来てるんだけど、見た？嘘だろ？大丈夫？うん、全然大丈夫。やつに声かけてみる？絶対嫌。うんうん、やめた方がいいと思うね。うん、だってあの歌を作っちゃったわけだし。なんてタイトルだっけ？そこらで死ねよ、スイートハート。うわぁ。そこらで死ねよ、スイートハートの話はマジで NG だよ。高校の時ってそういうことやるよね。恥ずかしい思い出っていっぱいあるよね。ぐー。やつは何もなかったです、みたいに普通に突っ立ってんだよ。クソ野郎だよ。ほんとだよ。ていうかさ、私さ、せっかくのパーティーをあんなやつにさ、台無しにされてたまるかっつーの。そうだ。私行ってくるわ。コールに声かけてやるよ。そうだ、台無しにしちゃえ。楽しい夜を台無しにされるぐらいだったら、自分から台無しにしてやった方がいいぞ。ありがとね。嘘だろ、まさか。やっぱもう一杯飲まないと。飲みすぎは良くないよ、でも。はあ。まあ、ビールを飲むってのは大人の習慣の一つなんだよね。税金を払うとか、子供を産むとか、そういうのと一緒。よう、メイ、お前か？ほう、調子どう？いや、私メイって言うんだけど、調子どう？俺も今さっき聞いたんだけど。いや、そうじゃなくて、元気だよ。この週末は実家に帰ってきててさ。そうなんだ、興味深いね。そうかな？っていうか、相当久しぶりだよな。人に興味深いって言われてんのって。うん、うん。確かに言えてるよね。また後でね。あ、うん、わかった。ていうか、なんなの、お前。はぁ？落ち着けってね。ビールでも飲んで落ち着け。水をそろそろ飲んだ方がいいと思う。ビール一杯飲んだら水を一杯飲むぐらいの方が酔わなくていいと思う。やっぱいいわ。どんどん行っちゃおう。私ビールやってる。口の中のタコサージが抜けない。なあ。はぁ？なんでもないよ。ねえねえ、B。ん？うわ、酔っ払ってる？っていうか、出来上がってんじゃん。だからここに来たんじゃないの？そんなことないんだけど、私運転もあるし。それに、それがなかったとしても。まあ、私は免許なんか持ってないからさ。だから、イェーイ。B ちゃん、偉いね。ねえねえ、B。何？誰この人？メイ・ボロウスキって覚えてる？嘘。メイ、あんたベロンベロンじゃん。焚き火の方でちょっと落ち着いてきて。私、裸で森の中を走り回ってくるわ。座っとけって今すぐ。いやー、私もう無理かも。あ、ローリー M ちゃんいる。セルマーは同級生じゃないんだよね。セルマーいないかな。いないか。
ローリー M ちゃんもでも同級生ではないよね。ヨーグレッグ、おいおい大丈夫かアメイ。あのさ、知ってた？グレッグとアンギャスってさ、アンギャス？超可愛いんだよね。うん、それは知ってる。あれよかったじゃん。あのさ、アンギャス、私のお父さんってあんたのお父さん知ってんだって。80年代に一緒に仕事してたんだよね。あー、うん。昔はあんたのとこのパパとバーで遊んでたんだって。おい、もう二度とパパなんて言うな。ねえねえ、何？私んとこのお父さんはさ、お酒をやめた理由ってさ、私とお母さんに危険を及ぼすからっつってさ。ははは？おい、もうダメだね、メイ。これ以上飲んじゃダメだよ。一生ね。メイのことちょっと心配だね。とにかく私はこの森ですんげー楽しんでんだからね。メイはちょっと休憩した方がいいと思わない？グレッグ。うん、そうだな。ちょっと座っといた方がいいよ。あのさ、ちょっと落ち着くまで焚き火の近くで休んどいたら？やあ、メイ。よう、コールン。おお、そう呼ばれんのって超久しぶりだな。つうか3年しか経ってないじゃん。そんな長くないじゃんか。まあ久々に会えてよかったよ。俺は数日間こっちに帰ってきててさ。もう黙ってて。え？コールンも来んじゃないかなって超ビビってたんだよ。そうか。私お祈りまでしてたんだよ。誰に向かって祈ってたか知らないけど。はあ？どっかの神様が聞いてくれんだろうなっつってさ。けど全然聞いてくんねえじゃん。お前がこうやって目の前にいんじゃん。ビデオ屋の女の子ってさ、ずっとさ、イケメンヒューヒューみたいな感じだしさ。そんでコール、お前だってイケメンだしさ。おお、ありがとう。だけどイケメンとか大っ嫌いなんだよ。イケメンとか可愛いとかって最悪じゃんか。俺そろそろ行くよ。しかもさ、私がこんなさダメ人間になっちゃってんのって私のせいなんかじゃねえんだかんな。私は悪夢の目をしてんだぞ。だからさ、お前が最後に見る風景っつうのはさ、窓の外の私のこの目なんだよ。そんでさ、ナイフで刺してやるからな。ブスブスって刺すぞ。ドカーン死んじゃったみたいな。ポリが来ちゃったらさ、お前はこうさ、悪夢の目が。新しいニックネーム決定だな。だからこの私に邪魔なんかしてんじゃねえぞ。おいおい、め、人を脅しちゃダメじゃん。ちげえんだよ、B。これってさ、私が一人の女としてさ、プライド持ってさ、自己主張してんだよ。ネットに書いてんじゃん。おいおい、めい、ちょっと。大学なんかクソくらい。そうだよ。ああいうお坊ちゃまとかイケメンとか全員死ねばいいんだよ。みんなさ、論文ばっかりやったり、セックスばっか書いたりしやがってよ。ちょっと惜しいね。しかもあのクソ像もさ、毎日毎日私を睨みやがってよ。設立者かなんかのはずなのにさ、ただの何かの塊なんだよ。私はマジでクソゴミ人間なんだよ。もう一生何一つうまくいくわけがねえんだよ。こんな街にさ、生まれた私たちって最初からダメだったんだよ。でも私他に行く場所がねえんだよ。また帰ってきたのにさ、寝ることと一人で泣くことしかできねえしさ。うっぷ。だってそれぐらいしかやることねえんだよな。もうダメ。私はもうマジで死ぬほど気分悪い。なんとなく伝わった？コールン、めえ本当にごめんな。傷つけるつもり全くなかったのに。めえマジで最高だよ。また帰ってきたよ。やあ、ぐわー。タコス、車の中でゲロ吐いたらマジで。後でちゃんと謝っとこう。マジごめん。何があったかもわかんねえ。あんた薄いビール3杯ぐらいしか飲んでないのに、なんでベロンベロンなんの？子供の頃いつも一緒だったの思い出すわ。私たちさ、B さ、すんげえ仲良かったよにゃ。昔あんたのことメイワークって呼んでたじゃん。私が B のことを BB って呼んでたせいね。10歳の頃でしょ、それ。いいえ、覚えてません。私たちがさ、ガールスカウトやってた時さ、かわいいカメシャン捕まえたの覚えてる？
うん、亀のボックシーくんね、死んじゃったやつ。なんで最近そんな冷たいの？なんで私にそんな冷たいの？ゲプ。車の中で吐いちゃったら B の親超怒るわ。ごめんねって伝えといてね。お母さんすんげえいい人だからさ。はあ？もうふざけんじゃねえよバカが。にゃに？お母さん死んでんだよ。はあ？死んじゃってんじゃんかよ。ガンで。高3の時。マジで？すんげえいい人だったのに。BB 大丈夫？はあ？お前が知らねえわけねえじゃんか。お母さんが死んだって普通に忘れちゃったっつってんの？B 本当にごめんなさい。一時的な記憶違いだったんだけど、最低だよね。時々さ、何も思い出せないことってあるんだよ。だからさ、気にしないでよね、B。お前一体どうしたの？昔は賢かったじゃん。昔は楽しかったじゃん。昔は相手する価値のある人だったじゃん。何のために帰ってきたの？なんだよ、大学行って結局会わなかったのか？とにかくちょっとめんどくさかったわけ？気分がなかなか乗んなかったわけ？お前みたいなことができたらどんだけ幸せか。大学なんか行かせてもらえたら死んじゃってもいいわ、今でも。お前を殺して大学に行けるならさ、今すぐ止めずに車から押し出してやるよ。わー。着いたよ、早く降りろ。たくもうこのバカ、中まで連れてってやるよ、もう。よしよし。ごめんね、ビー。私ってもうボロボロだよ。いいよ、もうそのままで。あんたが悪いわけじゃないし、まだまだガキなんだから。B より年上なんだよ、2ヶ月もね。まあそれはそうかもしんないけど、私が残って成長している間に、あんたがどっかでストップしちゃった。スースー。はあ、おやすみ、迷惑。B ちゃん優しいね。でもうっかり言っちゃいけないことっていうのは自分もたまによく言うことあるから、言いたくないことでも口から滑って相手を傷つけちゃうことって誰でもあると思うんだよね。どんなに言葉に気をつけてでもさ。どんどん壊しちゃえ。これは何を表してるのかな。